はい、1本目スタートです。さあ行きましょう。ガチの方、後半1本目です。さあ動画撮影も開始していきます。さあビブナシチーム、後ろでボールをキープ。さあ後ろでつないで、左サイド、右サイドへワンタッチで落として中央ボールキープ。これが通る、ナイスボール、決まった、うまい、決まりました。1点目。さあ行きましょう。さあビブラシチーム1点リード。さあゴール前だ、チャンス、これがボール流れて、ゴール前倒し、ナイスダッシュです、ナイスダッシュです。さあ赤チームボールをキープ、中央つないだ、ナイスボール、いやナイスキーパー、まだあるぞ赤チーム、まだある、ここは冷静に、ゴール前取られたら危ない、危ない、ナイスブロック、縦パスが通る、カウンター、さあチャンス、1対1、キーパーと1対1、ディフェンス戻ってる、ナイスシュー、決まりました、もう1点決まりました、2対0、ピブナシチームリード、2点差に広げる。さあ赤チーム、まずは1点、まずは1点いきたい。さあ縦パス通して、中央は通らず、ナイスディフェンス、いいディフェンスだ、ナイスボール、惜しい、ナイスカット、ナイスボール、さあヒールは通らず、ナイスディフェンス。さあ戻っていました、ビビナシチームです。さあ赤チーム、つないでまずは1点いきたい、ゴール前決めるだけ、いやナイスキーパー、カウンター、決めるだけ、決まらず、キーパー出ていたが決まらず、惜しい、さあチャンスだ、赤チームチャンス、おっとまた落としてきた、ナイスシュートです、まずは1点返した赤チーム。さあ中央からお願いします。あ、それだ、キーパーの交代お願いします、キーパーの交代お願いします、ありがとうございます。それじゃあ行きましょう。これは位置が合わず、さあ赤チームボールをキープ、これは狙われてる、これをワンタッチでかわしていく、ナイスディフェンス、よいしょい。さあゴール前チャンスだ、もう1点取り返して同点にしたい赤チーム。一旦キープ、後ろに回す、さあ出しどころ探して、これが通る、まだある、倒れながらもアシスト、あー決めきれず、ナイスブロック、さあカウント、今度こそ決めきりたい、あーナイスキーパー、ナイスディフェンス、また抜き、これはタッチライン割ります。そしてキーパーの交代お願いします、キーパーチェンジでお願いします、キーパーチェンジです、ありがとうございます。さあ行きましょう。さあ赤チーム、ボールをキープする時間が長くなってきました、これが通らず相手キーパーに渡る、縦にドリブル、逆サイド、ナイスカット、もう一回ディフェンス回収、もう一回取り返した、これはタッチラインを割ります。
さあキーパーまで戻してこれをフェイントでかわす。縦パス通る、ダブルタッチ、ナイスブロック。さあコーナーキックチャンスです。さあビブナシチームチャンスです。おっとこれは通らず、以前キープ、ビブナシチームループで通してもう一回ループ、これは通らず、コーナーキックです。コーナーキックでいきたいと思います。さあ切り替え、ドリブルで切り込んで、これがつながる、決めるだけ、ナイス、2点目入りました。同点ゴール、2対2です。決めました。さあビブナシボールでスタートです。さあラスト30秒、ラスト30秒です。さあ2点目入りました。2対2、追いつかれてしまったビブナシチーム。さあビブナシボールです。さあ取り返したい、点を取った方が勝ち。あー決まった、ヘディング決まった、決まりました、ヘディングナイスです。さあラストワンプレーです。さあラストワンプレーです。さあビブナシチームが1点リードでラストワンプレー。さあカウントさ、これが通る、これはヒルで落としてダー、終了でーす。ビブナシチームの、3対2で勝利です。行きましょう、2本目です。ガチ後半戦2本目です。行きましょう。行きましょう。さあ後ろでボールキープ、これをカットされる。さあこの前赤チームチャンス、ナイスディフェンス、戻っていた、ナイスこの投げ浮かした、ナイストラップ。さあトラップ際を回収。さあ赤チームボールをキープ、つないでいく、よー惜しい。縦パスが通る、うまうま、何今のトラップ、うま、ナイストラップです。さあこのキックです。あとこれはタッチライン割ってしまいます。ナイスキャッチです、ありがとうございます。縦パス通ら、通った、ヒール、おしゃれなゴール決まりました。ナイスです、1点目、ビブナシチームリード。さあ赤チームから真ん中からお願いします。さあ行きましょう。蒲田の銀座レフトサルとかあるの？あ、そこはもう断れない。そうよ、銀座レフトサル系はテレビだった。さあチャンス、ビブナシチーム、ダーナイスキーパー、腰でブロック。おっとこれはタッチライン割ってビブナシボールです。さあ逆サイドで持っていた、これが通る。さあこの前ドリブル、これは通らず、ナイスカット、ディフェンス戻ってました。さあこれはチャンス、キーパー出てたところ見逃さなかった、ナイスシュートです。さあ2点目決めました、ビブナシチーム。赤チーム追いつきたい、中央から、ナイスです。さあドリブル運んで右サイドがフリーだ、逆サイド、いやー決まった、3点目、3点目決まりました。キーパーの答えお願いします、キーパーの答えお願いします。ビフラシチーム3点目決まりました。
先しよう。さあ赤チーム、まずは1点、僕はまずは1点いきたい赤チーム。さあ冷静につないで、ナイスカット。ボールキープ、うまい、右サイド、ナイスカット。さあカウンター、落ち着いて3対1、3対2、ナイスディフェンス、戻ってました赤チーム。ゴット、これは味方にブロックされてしまった、惜しい、ビームなしボールです。さあ中央でボールキープ、縦パスがつながる、左サイドヒールで落として中、ナイスディフェンス。さあ逆サイド、ちょっとフリックは誰にも繋がらず、縦走ってる、ナイスカット、右サイド、じゃあ決まった、1点返しました、まずは1点返しました赤チーム。さあ3対1、赤チーム1点返しました。さあキーパーの交代もお願いします、キーパーの交代もお願いします、お願いします。さあ行きましょう。ナイスボール、縦通らず、赤チームがボールキープ、これがつながる、仕掛けるが、ナイスディフェンス、ナイスディフェンスだ、うめえうめえ、あの人うめえ。さあ赤チームボールをキープ、縦パスが通らない、ナイスカット、これが通らない、ナイスディフェンス、ナイスキーパー。さあ戻りが早いビブナシチーム、これがつながる、惜しい、決め切りたい、もう一回、もう一回、もう一回、決まらない、決まらない、惜しい。さあこれはボールが当たって赤チームボールです。ナイシュー。さあラスト30秒、ラスト30秒です、ラスト30秒です。ロングフィードが通る、胸トラップから落として右サイド、迷ってドリブルを選択、これはいけない、さあカウンター、ナイスキーパー、これが通らない、ナイスカット。さあチャンス、一旦キープして折り返す、ゴール前決めきるだけ、冷静、冷静に決めていった。さあラストワンプレーでいきます、ラストワンプレーでいきます、こっからラストワンプレーでいきます。さあ行きましょう。さあビブナシチーム4点リード、4点取ってます、4対1。さあ赤チーム最後に1点返したい、ナイスキーパー、これでタッチライン終わって終了、4対1、ビブナシチームの勝利です。ます、さあ赤チームの方ラストゲームです、ラストゲームちょっと長く取っていきます、お願いします。ナイスカット、縦パス1、2、ナイスキープ、ヒールは通らず、さあドリブル突破、ゴール前だ、どうだった、ナイスキーパー。さあコーナーキック、赤チームチャンスです。
さあキープ、ナイスカット、これが通る、フィールうまい、ヒール待ってんのき、ナイスキープ。さあ赤チームの時間が続きます。うー狙っていった、いや決まった、まず1点目赤チーム1点リード、コースを的確についていた。さあ中央からお願いします。さあ1点ビハインド、ビブナシチーム、これは取らず相手ボール、ナイスカット、ナイスブロック、さあサンドしたい、ナイス、あとこれは赤ボールになります。ナイスボール、さあチャンスになる赤チーム、逆サイドフリードリブルで切り込んで、さあカウンターだ、チャンス、ビブラシチーム、なあとダイレクトシュート決まらず、惜しいところでした。さあチャンス、チャンス赤チーム、決めたい、ナイスキーパー、ナイスシュート。さあもう一回カウンターだ、完全フリーキーパーと1対1、決めは決めるだけ決まらず、さあ赤チーム運んでいく、欲しい、さあキープ、さあ逆サイドに展開、中央もう一回チャンス、ゴール前決めるだけ、決めた、決めた、ナイス、決めました、赤チーム2点目。さあ2点入りました、さあ2点リード赤チーム、さあまずは1点、まずは1点決めたいビブナシチーム、ビブナシチーム、カウンターから再三のチャンスを作っているんですが決めきれず、おーたー3点目決まった、3点目決めました、さあ赤チーム3点リード、3対0で赤チームリードです。ナイスボール、ナイスカット、さあ一旦キーパーに下げる、出しどころがないか、おっとうまく回避、縦パス、うおっとこのワンタッチは通らず、豪快なシュート決まった、まずは1点返していきました、さあ3対1、3対1、依然赤チームリード、ナイスカット、うまい、おっと画面入ってしまった、大丈夫ですか、一旦止めますね、じゃあ赤チーム後ろからでお願いします、さあ深い位置赤チーム、惜しい、ナイスです、このロングフィードが通る、通った、チャンスになる、これは決められない、さあコーナーキックになります、コーナーキックです、これはキーパーがキャッチ、赤チームボールになります、フェイントから中、左サイド深い位置、ワンタッチで折り返して、これは通らず、ちょっと遠すぎたか、
さあビブナシチーム逆襲、これは追いつけない。サーカチームボールキープ、うまい。さあちょっと中に戻して、左サイドもう一回、これは通らず、惜しいシーンが続きます。中からサイド、チャンスだ、打っていた、これはディフェンスに当たってコーナーキックです。ナイスボール、ゴーと、シュート決まらず、右隅にそれていった。サーカーチームカウンター、この前決めていった、また抜いていった、決めました、4点目、赤チーム4点目です。さあ4対1、赤チームリード。ナイスカット、さあキーパーからのスローは中央、逆サイドは通った、もう一個逆サイド、中入ってきてほしい、決めきれず、ナイスキーパー。さあラスト1分、ラスト1分です、ラスト1分です。決めたい、決めきりたい、決めていった、ニアに決めていった、コースないところ、うまい。さあ決めたが、まだ4対2、4対2でラスト30秒です。ナイスです、前線から激しいプレス、ボールキープ、うまい、ここはハンドです。さあラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます。さあ決めたい、決めたい、打球だ、終了です。3対4、最後、巻き返しましたが3対4で赤チームの勝利です。本日もコサルのボニータご参加いただき誠にありがとうございます。お疲れ様でした。それでは本日の MVP 発表していきたいと思います。それでは本日 MVP、何度も攻撃を、攻撃の根を、あ、攻撃の目ですねごめんなさい、攻撃の目を積んで、なおかつボールをキープして、なおかつキーパスを何度も出し続けたあなたにあげたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは一言お願いします。まあ、参加するならコサルのボニータで。ありがとうございます。拍手をお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。それではミックスの方、残っていただいてラストゲームにしたいと思います。お願いします。